こんにちは。10月21日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りしています。さあ、秋はイベントシーズンですね。今週末も池ハロ、大塚あきんど祭りなど盛りだくさんです。民族芸能 in 豊島では、私上條が司会を担当させていただきます。皆さんのステージが今から楽しみです。そして本日後半の特集では、あきんど祭りについてお伝えします。どうぞお楽しみに。それではまずはじめに、豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題をお伝えします。はじめに、豊島子育て応援パートナー事業開始のお知らせです。豊島区では令和6年4月1日に子ども家庭センターをスタートさせました。さまざまな機関が子ども家庭センターとして出産・子育てを応援していきます。子ども家庭センターにおける母子保健事業として、令和6年10月1日から豊島子育て応援パートナー事業を開始しています。妊娠期の支援をより充実させる事業で、妊婦さんのニーズに寄り添い、これまで以上にきめ細やかな支援をします。さまざまな困りごとや困難を持つ妊婦さんやご家庭のお話を丁寧にお伺いし、ご意向に沿いながらサポートを希望された方や必要と思われる方に支援プランを作成します。困難の解決に向けて助産師や保健師が一緒に考え、困りごとに応じて関係する機関と連携して支援をつなぎ、切れ目のない支援を行います。出産・子育ての悩みは多種多様です。産前産後の心や体、子育てのことなど遠慮なくお気軽にご相談ください。詳細は池袋保健所健康推進課母子継続支援グループ、または長崎健康相談所母子継続支援グループまでお問い合わせをお願いいたします。続いてです。池袋ハロウィンコスプレフェス2024開催のお知らせです。今年も毎年多くのコスプレイヤーやカメラマンが参加するイベント、池袋ハロウィンコスプレフェスを開催いたします。10月25日、26日、27日と、今年は金曜日の夜、そして土曜日、日曜日の昼間の3日間にわたって開催されます。池袋ハロウィンコスプレフェスは、豊島区池袋で開催される大規模なハロウィンイベントで、昨年は14万人以上が訪れました。日本最大級のコスプレイベントとして、多くの参加者とともに街全体が盛り上がります。会場となる池袋サンシャインシティ、中池袋公園、池サンパークなどでは様々な企画が用意されており、コスプレで参加する人たちだけでなく、周辺施設も含めて池袋全体がにぎわいます。25日の金曜日には、池袋サンシャインシティ内にて夜のシチュエーションに合わせたコスプレ、夜景を生かした撮影会や様々な企画を楽しめる池ハロナイトを開催。26日、27日は中池袋公園に設置されたメインステージで、自慢のコスプレを披露できるニコニココスプレクションや親子でハロウィンなど、様々なステージ企画を展開します。昨年過去最多となるおよそ400名のコスプレイヤーが池袋の街を彩った池ハロコスプレパレードも必見です。また今年はプレミアムチケット特典として池ハロ専用池バスが登場します。詳細は公式ホームページをご確認ください。皆様のご来場をお待ちしております。続いては、豊島税務署から事業者の皆様に向けたお知らせです。豊島税務署では、昨年の10月1日から始まりました消費税のインボイス制度に関しまして、インボイス登録済みの方、インボイス登録の要否を悩まれている方向けの個別の相談会を、10月23日水曜日の午後1時から午後5時まで豊島税務署で開催予定とのことです。個別相談会の出席には事前の申し込みが必要となります。また相談会として設けている10
10月23日以外でも相談は可能ですので、まずは豊島税務署までお電話をいただきますようお願いいたします。説明会や相談会の開催日程は国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでもご確認いただけます。続いてです。イケマス後カルツアーのお知らせです。土曜日、日曜日、祝日を中心にイケバス後カルツアーとして魅力的な区内観光スポットおよび文化施設をイケバスで回遊散策しています。真っ赤な可愛い色が目印のイケバス、電気で走り環境に優しく作られています。午前は東コース、午後は西コースを添乗員のガイド付きで巡ります。不定期でスペシャルコースの運行も行っており、どなたでもご参加いただけます。東コースでは鈴木慎太郎記念館、大塚駅周辺、大正大学、巣鴨大大観音堂などを曲がります。西コースでは自由学園明日館、熊谷森和美術館、トキワ荘漫画ミュージアムなどを回ります。東コースは1,000円、西コースは2,000円となっています。ご自身が参加したいツアーを選び、一般社団法人豊島アートカルチャーまちづくり協議会ホームページよりお申し込みください。なお、イケバスは四季折々の風情を楽しんでいただくため窓を開放して運行しております。体温調節が可能な服装でご乗車ください。続いてです。衆議院議員選挙に関するお知らせです。10月27日日曜日は衆議院議員選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時、選挙のお知らせに記載されている投票所までお越しください。期日前投票は豊島区役所本庁舎、旧朝日中学校、西武区民事務所、西武池袋本店、東武百貨店池袋本店、区内の5カ所で行っております。投票日当日にご予定のある方はぜひ期日前投票所をご利用ください。なお、緊急選挙のため選挙公報や選挙のお知らせのご自宅への到着が遅れる見込みです。あらかじめご了承ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今日は10月26日と27日に JR 大塚駅南北広場などで開催される大塚あきんど祭りの話題です。よさこいや阿波踊り、近隣学校の吹奏楽部による演奏など楽しいイベント企画が盛りだくさんです。豊島区と交流のある都市の名産物も味わえるこちらのお祭り、さあ今年の見どころ、おすすめなどゲストの方に伺っていきましょう。本日のゲストのご紹介です。豊島区文化商工部生活産業課、星田京子さんにお越しいただきました。星田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ今週に迫ってまいりました、大塚のあきんど祭りです。さあ、このあきんど祭り、どんなお祭りなんでしょうか。はい、あきんど祭りとは元気で活気ある豊島区を目指し、豊島区商店街連合会が主催する地域の活性化と商業の振興を目的としたお祭りで、毎年池袋東口、巣鴨、池袋本町、大塚、椎名町、池袋西口の6カ所で開催されます。開催と商店街の会員による出店や豊島区の交流都市の物産展を中心に、開催地によってはステージ発表、ウォークラリー、大抽選会があったりと、お子様からご高齢の方まで楽しめる盛りだくさんの内容でお届けしています。子どもから大人まで楽しめるこの商店街のお祭りです。さあ、今年はどんなスケジュールになってるんでしょう。はい、こちらが今年度の予定です。池袋東口、巣鴨、池袋本町のあきんど祭りはすでに終了しています。今月の13日14日に池袋本町豊島あきんど祭りが開催されたのですが、たくさんの方にご来場いただきました。今回は10月26日土曜日、27日日曜日に JR 大塚駅北口色の輪広場、南口トランパル広場などで
午前10時から開催されます大塚あきんど祭りのご案内をいたします。はい、さあ今週は大塚で行われるということです。そして今回来れないよという方にも2月には椎名町の豊島あきんど祭り、そして3月には池袋西口豊島あきんど祭りを開催予定です。こちらもぜひご注目ください。さあ今回今週開催をされるのが大塚あきんど祭りということなんですね、はい、こちらのおすすめを教えてください。はい、お子様向けのイベントなんですが、ゆるキャラふれあいタイムをご紹介いたします。北口会場にゆるキャラが大集合して一緒に写真を撮ることができます。豊島区区政施行70周年を記念して誕生した70みんなの縁側池袋という商店街の空き店舗を利用した交流広場で生まれたフクロウのキャラクターえんちゃん、公益財団法人豊島未来文化財団のマスコットキャラクター豊島くんほか、とっても可愛いキャラクターが出演する予定です。26日土曜日は午後1時からと3時から、27日日曜日は午後1時からと午後2時45分から各回30分で合計4回あるんですけれども、毎回先着200名のお子様に風船をお配りしますので、ぜひ会場にお越しください。お子様向けのイベントをもう一つご紹介いたします。 JR 東日本さんが同じく北口会場にて子ども駅長制服撮影を開催いたします。かわいいゆるキャラたちが並んでいます ね。そして制服の撮影会なんかもあるんですね。はい、子ども用の駅長さんの制服を着て記念撮影ができるんですが、これはなかなかできる体験ではございません。駅長さんになった気分になれますよ。鉄道がお好きなお子さんでしたらきっと喜ばれると思います。こちらのイベントはどちらも無料でお楽しみいただけます。だけでなく子どもも一緒に楽しめるということで、お子様連れの方ぜひ参加してほしいですね。はい、そしてステージのプログラムも様々ご用意があるということなんですが、こちらのおすすめも教えてください。はい、オープニングセレモニーの後は北口南口両方の会場でステージでのアトラクションが始まります。1日目のタイムテーブルがこちらです。今回初出演のグループもございます。2日目のタイムテーブルがこちらなんですが、特にご注目いただきたいのは今回初出演の巣鴨北中学校吹奏楽部のパレードです。27日日曜日12時から12時30分の出演のみなのですが、なんと北口会場から南口会場へ、そして南口会場から北口会場へマーチングで往復いたしますので、どうぞご期待ください。楽しみですね。はい、1日のみ出演の団体もございますが、時間によって北口会場、南口会場両方に出演する団体もございます。東京よさこいは両日お楽しみいただけます。チームは日によって違いますのでご確認ください。フラダンス東京大塚阿波踊りは27日日曜日のみの出演です。他にもゴスペルありビートルズメドレーありと盛りだくさんでお届けいたしますので、お楽しみに。いや本当にいろんなイベントが用意されていて、これは楽しめそうですね。はい、そして北口南口いろんなステージが開催されているので、どっちに行ったらいいか迷ってしまいそうなくらいですね。そうですね。はい、はい、そして物品の販売などさまざまな店舗もあるということで、今年は出品数多いんですよね。はい、北口南口会場南北自由通路にこちらの7つの商店街や豊島区の交流都市からおよそ90ものブースが出展されます。おいしい食べ物飲み物の販売はもちろん、それ以外では北口会場で町会が出展するゲームコーナーがあったり、豊島法人会さんの税金クイズや1億円重さ体験コーナーがあります。南口会場では南大塚都電沿線協議会さんがバラの切り花鉢植えを販売します。他にヨーヨー釣りやスーパーボールすくいができたり、キャラクターのお面を販売するブースもあります。北口も南口も楽しいというタイトルがついておりますが、実は北口会場と南口会場をつなぐ南北自由通路にも見逃せないブースがございます。豊島区の交流都市の物産展4ブースで、こちらもぜひお立ち寄りいただきたいと思います。はい、出展されるのはこちらです。
埼玉県秩父市からは日本酒、緑茶、海苔、佃煮など、福島県猪苗代町からは農作物や加工品など、宮城県からは新米、梅干し、しそ巻き、栗団子、ゆべしなど、岩手県一関市からはおせんべい、お菓子を販売いたします。うーん、いや、聞いてるだけで美味しそうですね、はい、そして4都市の名産品を一挙に見れる機会なかなかないですよね。楽しみですね。そうですね、実は物産展はまだまだございます。北口会場では埼玉県東松山市の焼き鳥、もつ煮、生ビール、米どころ新潟県魚沼市からは日本酒やリキュール、長野県箕輪町からは野菜、果物、加工品など、先ほど南北自由通路のご案内でお伝えいたしました4都市はこちらにもブースがございまして、埼玉県秩父市は味噌ポテト、秩父味噌など、福島県猪苗代町は切り餅、そば、ラーメンなど、宮城県は唐揚げ、焼きそば、岩手県一関市は地ビール、一関ミートなどの販売をいたします。南口会場では山形県村山市のブースがございまして、リンゴ、洋梨、ぶどうを販売いたします。いや、もう聞いてるだけで盛りだくさんですね、はい、さあ、そして物産展だけでもこれだけでも本当に楽しめそうですが、これだけじゃないということなんですね。はい、そうなんです。とにかくブースが多いので、北口、南口会場のどちらかでしか販売してないものや、他ではあまり見かけないのではないかと思われる食べ物、飲み物をピックアップしてみました。北口会場からご覧ください。これからお伝えいたします番号はこちらの会場レイアウトの番号と同じです。どのあたりにあるかは二次元コードと合わせてご確認ください。5番ではライスパテ、カルビ焼肉、11番ではハワイアンポップコーンを販売いたします。19番の大根や里芋の唐揚げ、ウニマヨネーズのフレンチフライも珍しいですよね。20番、21番ではナシゴレン、ハンナンチキンライス、25番、26番ではベビーカステラ、フレンチトースト、27番では白玉シルコ、31番ではシフォンケーキ、ラスク、32番ではカレーパン、抹茶ワッフル、抹茶ゼリーを販売いたします。いや、聞いてるだけでお腹が空いてきてしまうぐらいなんですけど北口だけでこれだけあるんですね。はい、続きましては南口会場です。1番から4番までは魚の串焼きやホタテ焼き、煮豚、サンドイッチ、いなり寿司、焼き芋などを販売するブースです。8番の鹿肉のステーキは珍しいですよね。9番ではホルモン、ロースの焼肉、11番では広島焼き、おむそば、揚げだこ、17番ではドライフルーツ、20番では全国のご当地調味料、22番ではもなか、27番ではハーブのお茶やジャム、クッキーのほか3種類の焼きハーブミルクティーを販売いたします。いや、野菜にフルーツ、お魚、お肉料理、本当にいろいろですね、はい、そして一体どんな味なんだろうって気になるものもたくさんありました。はい、特にこれだけは絶対食べたい、外せないというものがあったり、珍しいものを食べてみたいという皆様のお役に立てれば幸いです。売り切れないうちに先に買っておくのもいいかもしれません、もちろん焼きそば、フランクフルトなどの定番商品も北口、南口会場それぞれにございますので、お楽しみに。いや、アトラクションブースも含めてとっても楽しみです。それでは最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、およそ90ものブースが皆様お待ちしております。北口、南口会場、南北自由通路を巡っていただいて、美味しいものを食べたり飲んだり、ゲームで遊んだり、アトラクションを見たりと楽しめること間違いありません。26日土曜日は午後5時まで開催いたしますが、27日日曜日は午後4時までですので、ご注意ください。皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございます。本日のゲストは星田京子さんでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼します。次回もどうぞお楽しみに。それではさようなら。